来月11日から新潟市中央区の時メッセで開催される G7 財務大臣中央銀行総裁会議まで1ヶ月。新潟市の中原市長は会見で警備や環境整備など準備は順調に進んでいるという認識を示しました。また各国の関係者やメディアに向けて新潟を PR する方法については、新潟の旬の食材を使った食事の提供のほか、会議前後の日程で小旅行の提案を検討しているということです。日程もタイトということで、そのタイトの中でできるだけ新潟の PR をさせていただくということになるだというふうに思います。